ごちぃごちぃの来たっすよ。失礼します。見てマイクチェック、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 あ、なんてなんて、マイクチェック、マルチェック、マイクチェック、マイクチェックね。ああそうね、見てください皆さん、めちゃくちゃ髪決まってますよ。今日も注ぎ選手ですよ。注ぎ選手なんか喋りだけうせえ。まあね、いやこうね、喋りだけがうざい。はい、まあここに弱ね、読んでいただいてるんで、まあそうですね、まあ、喋んないといけない、はい、まあもちろんこれはもう使命なんで、我々も、まあ、もちろん、はい、どうすか予選、まだすか試合、あ、一応、いや、今のところ全勝してて今3回やったかな、だけど最後でしょ、次、そうですね、次同じロビンなんで、そうそう、同じロビンで総合戦した人は全勝しました。もう終わったんですね、はい、あ、全部終わったんですね、しました。あ、じゃあ多分ここの、あ、今多分7までやってるのが終わったら我々試合です。あ、ですね、はい、あ、質問来てます。終わったら、あ、質問、お二人のバレルは、ああ、まあ、そうですから僕、最近、ちょっと嫌なんですけど、嫌ってなんすか、はい、まあまあ、俺さっき聞いたんですけど、言いましょうよ、ゴンザレス使ってゴンザレスですよ、九州の星、西鉄平のバレルをなんと注ぎ翔太が軍門に下ったみたいな感じで嫌って意味だと思うんですけど、あんまり嫌なんですけど、はい、ちょ、見せてください、セッティングはセッティングはどういうセッティングなんですか。アルティメットの、はい、ティップを使って、アルティメットの白ティップですね、はい、はい、でコンドルの M のスモールをつけて、コンドルの M スモール、はい、しかも黒、それにで、あの西鉄平選手モデルのゴンザレス1ですかね、1です、1です、1、ゴンザレス1を使っております。2はちょっと刻みが強いんで、ちょっと激しくて黒コダイルみたいですよね、なんていうかワンピースの、いや、ちょっとわかんないです、わかんないですよね。世代が違うのね、はい、いや、そうだよね、世代は俺の方が辛いですから、ね、何ですか、ちょっと待ってください、ワンピース世代は俺ですから、ね、いや、我々ですから、譲らないですから、まあみんなの、まあそう、まあみんなのワンピース、みんなのもんだけど、小田さんのもんだけどね、本当に、はい、これ私もちょっと言っていいですか、はい、どうぞ、興味ない、どうぞ、はい、モンモンのバレルです、モンモンって呼ばれてます、はい、最近出ました、タッカー、僕、これ、はい、今日初めて投げたんですけど、はい、まあ投げやすい、 22.5g のストレートを、うんうんうん、はい、ついにトリナードさんがやったと、最近、はい、もうハード仕様で重めのバレルが主流の中、はい、僕は 18g を使うという、ずっと軽いんですかと思ってますね、はいはい、私はそれに S スリムと注ぎ選手と同じアルティメットをつけさせてもらってます。いや、もうモンモンはもうずっとスリムで、なおかつストレートバレルっていうイメージなんですけど、なんかストレートにしてくれないからちょっと結構良くなったんで、いい場面だった、いい場面だったですか社長、ブラックチャンス、ブラックトライだった、あ、じゃなくて、おい、僕社長の時めちゃくちゃピヨって、いや、でもちょっと分からなくなった、自分も社長の時が一番とこかったっす。なんすかね、いいとこ見せようと思っちゃうんすか、いやいや、そんな違うじゃなくて、ただ、はい、怖い社長と、はい、怖いんでしょうね、いや、怖くはないですよ、社長もめちゃくちゃ好きですし、はい、普通に話すんですけど、そうそうそう、なんかダーツってなったらもうなんか、そうそうそう、ちょっと意味が分かるみたいな、うん、で、なおかつ、僕組んでる時はスポンサー様のこのカーブってお店の中山さんと組んでるんですけど、カーブさん、はいはいはい、逆もう、あ、中山サンドイッチ、うん、あ、そうね、挟まれてるもんね、プレッシャーに挟まれる、ね、プレッシャーの塊でしかないっていう、さ、厳しいですね、楽しく今日は出してます、ベースカップは楽しいですね、はい、まあでも勝ちにこだわりながらもっていう、いや、もうそれはもちろんですよ、こうみんな笑顔でいるけど内心もうマジでメラメラですよね。これ多分みんな一緒だと思うんですけど、これモンモンと今話してますけど、はい、今このテーブルの下で足めっちゃ踏んでますから、ね、めちゃくちゃ蹴ってますからね、蹴ったり踏んだりしますからね、はい、これめっちゃつねったり、はい、さっき皮膚をちょっともうちぎり取りましたからね、はい、その選手の皮膚をもうこの視聴者にプレゼントしようかと思うぐらい、はい、300円でいかがですか、もうちょっと、もうちょい上で、はい、今もうめちゃくちゃ踏んでますから、オリエさん可愛いな、いや、もうオリエさんもみんなのオリエさんですから、みんなのなの、
みんなのお姉さんです。いや個人的なものになったらもう大ファンがもうそいつをもうそうだ、ね、もうちょっとやばいね、ちょっと怖いよね、その方をうわーって なんていうか、オリエさんがされるというよりオリエさん好きなんですって言った人がされそうで怖いよね、うん、そのバンガリっていうのもちょっと怖いよね、うん、ソソギネス君パーフェクト開幕戦、あー今年も行きます、あーパーフェクト開幕戦、えソソギネスそこにはちょっと俺としては驚きがあるんですけど、ソソギネス君がこれ言われてます、日頃、いや僕言われてないんですよ、ね、日頃言われてないですよ、ね、初です、結構なトライですよこれ、ナイストライナイストライですよ、まあでも、まあ、ソソギネス君分かるんでね、はい、まあそれです、まあ、彼しかいない、もう全然行 、はい、きますよ、もう今年は取りに行きますんで、いやマジでちょっとソソギ選手いいんすよ、いいから気に食わないんですよいやいや、はい、なんでって年がしたっていうのもあるんですよ、はい、これちょっとまあ、はい、え、これも正直な話なんですけど、年下でダーツうまい、いやでもモンモン、はい、もう筋肉質でしょ、あ、あれです、で、筋肉質でなおかつ柔らかいんですよ、ダーツが、もうそれが俺気に食わない、え、そ、え、それはいいでしょ、え、そこは良くない、なんでこんなすごい筋肉してんのに、うん、いやいや、なんでそんな柔らかいダーツ飛ぶんですかって、あ、まあ、そうそう知ってますよ、その現象、日頃こんな僕を褒めてくれないですからね、いや、褒めてるんじゃない、蹴らしてるんです、あ、いや、でも、こっそりその後にでも好きだけどねって言ってます言う言う、それ言いますよ、うん、頭より太いえ、そんなことないでしょ、さすがにそんな面白い体型してないでしょギューンってもうギューンなってますからね、漫画の世界、漫画の世界すごいっすね、やっぱ王さん珍しいっすね、王さんっていうかマスク、いや、なんか風邪ひいたらしくて、はい、あ、風邪ひいてるんだ、熱があるみたいです、今日あの皆さん気づいてらっしゃる方もいると思うんですけど、あの女王のプロがですね、いやいや、はい、もう仕方ない、いや仕方ないんですけど、でも体調管理も大事ですからね、ジョンプロはあの体調不良で欠席っていう、はい、多分これジョン選手見てんじゃないですかこれ、いやもうジョン、はい、ああもう俺も出なかったなって言いながら思いながら多分見てると思いますよ、見てるか、はい、それかもうおとなしく寝てるかの、それかまあパチンコ打ってるかそれじゃないか、それでパチンコ打ってたらクソっすね、クソクソっていうか、はい、もうありえない、どうやどうやそれは、まあ、多分よりだって女王の選手は本当にそういうことはないです多分本当に家で悔しながら見てると思います女王ほどやっぱダーツに熱い人はあんまいないから、い僕の次ぐらいですね、え、そこで自分を打ってくるソソ選手どうなんですか、インフルではない、いや今日インフルじゃないと思う、いやでも今日病院に行くって言ってたんで、あ、今日でも摩擦選手曰く病院に行かないければ風邪じゃないって言うんですよ、これですね、ちょっとあの、はい、あれなんですよね、例えばですね、インフルエンザって診断されたら、ナイスアウト、あ、ナイスアウト、まあインフルエンザって診断されたらそうですよ、やっぱりみんなに移す可能性があるから公共の場に出るべきではない、うん、まあ自衛隊としてはですね、はい、え、でもそれ病院に行かなければインフルエンザと診断されないですよね、ということはインフルエンザではないないですよね、必然的になくするということは公共の場に出れるですよね、はい、そういうことです、はい、もうこれが自衛隊の闇ですから、公務員だろ、間違いないですね、はい、公務員です、はい、なんで、はい、まあ、休んじゃいけない場面とかは、でもそれはお仕事が忙しいとか、はい、まあ、お国のために働いてるんでですね、そうなんですよ、ちょっとどうしても抜けられない場面とかはでも、もう、まあ、重圧で、はい、お前病院に行くなよって言うやつ、いやいや、そんなこと言われてねえしいや、言ったことあるんですよ、やめろそれは病院、お前行くなよって下の、いやいや言われてないですよ、下の子たちに言うから、自衛隊はですね、すごくいい企業企業じゃないです、すごくいい、なんていうんですかね、はい、それが自衛隊の黒い部分です、はい、皆さん、自衛隊に入隊しましょう、はい、9割方白いですけど、1割方黒いとこやっぱあるわけですよ、どの企業でも、いや、そうでしょ、いや黒い企業っていうか自衛隊は本当にでもほらみんなで違う違う、はい、切磋琢磨し合って国のためにそれをしてるわけですよ、自衛隊さんは、いやまあまあそうですよ、だからいやお前は休んでる暇ないぞと、まあ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 、はい、いや基本的にみんなそれぐらいの気概を持って仕事をさせてもらってますよ、 それぐらい気合でやってるっていう話ですよ、はいはい、詰めるな、詰めるな、やだなあ、ブラックすぎるちょっと待って自衛隊の給料上げてほしい、こんなありがたいこと言ってくれる方もいる、そうっす、いえいえ、皆さんこの場を借りて言わせてもらいますよ、十分もらっておりますよ我々は、ただ我々はもう皆さんに還元するために一生懸命やらせていただく限りです、はい、
もうこの話どうでもいいです。はい、え、ちょっとダーツに行きますから、ね、はい、大穂選手とかもなんかこれだと確かに違和感感じたの、ベロが見えないことっすね。いや、こう書いてる方もいるんですけど、でもですね、大穂さんマスクしてるじゃないですか、めっちゃ可愛い。可愛い、あ、違う、これいかいかいか、うん、え、マスクしてなかったら、可愛い、え、じゃあマスクしてなかったら何、バケモンかっこいい。いや、じゃあ、やっぱ目元が大穂さん可愛いんですよ。大穂さん可愛い、まあ大穂さん可愛いのは分かる、あ、まあ、目上の方ですけど、え、でもマスクしてなかったら何、バケモンってこと。いや、かっこいい、え、ベロがなんかこう、こうなるバケモンってこと。いや、それそれ、一個言っていいですか。はい、どうぞ。これ、はい、配信されてます。はい、配信されてます。俺、一言もそういうの言ってないから。いやいやいや、びっくりする。え、でもだから大穂さんのベロがそのこうすごい出るのが、あ、だから俺、僕マネしますよ、大穂さんのマネのとこ、こうして、はい、結構出てますね。最近の大穂さんそんな出てないですよね。はい、これは前の大穂さんです。トリニダードマルチダーツスタンド。